皆さん、こんにちは。今日はパリオリンピックで話題となった卓球混合ダブルスの北朝鮮ペアについてお話しします。彼らは謎に包まれた存在として世界中の注目を集め、予想外の活躍を見せました。そしてその後の展開も含めて非常に興味深い物語となっています。まずこの北朝鮮ペアの登場から見ていきましょう。リ・ジョンシクとキム・グムヨンのペアはパリオリンピックまで主要な国際大会に出場しておらず、世界ランキングもありませんでした。まさに謎のペアとしてフランスの地を踏んだのです。彼らの活躍は多くの人々を驚かせました。特に注目を集めたのは日本の強豪ペアである張本智和と早田ひな、いわゆる張ひなペアを破ったことです。世界ランキングのない謎のペアが強豪を倒すという衝撃的な結果に世界中が驚きました。この勝利の後、彼らは勢いに乗って決勝戦まで進出し、見事銀メダルを獲得しました。北朝鮮として8年ぶりのオリンピックメダル獲得という快挙でした。しかし彼らの行動は試合以外の場面でも注目を集めました。特に印象的だったのは取材に対する態度です。リ・ジョンシク、キム・グムヨン組は授賞式を終えるとミックスゾーンを逃げるように駆け足で通過したと報じられています。記者たちの呼びかけにも一切応じず、無言のまま早歩きで去っていったそうです。この行動は彼らが北朝鮮の厳しい統制下にあることを示唆しているとも言えるでしょう。韓国メディアは、選手たちは北朝鮮社会のように徹底した統制を受けているようだと伝えています。しかし全ての場面で彼らが無表情だったわけではありません。表彰式では金メダルの中国、銅メダルの韓国の選手たちと一緒に登壇し、恒例の自撮りにも応じました。そこでは笑顔も見られ、選手としての素顔を覗かせる一幕もありました。韓国紙イルガンスポーツは、銅メダルに輝いた韓国のシン・ユビン、イム・ジョンフン組と並んで立った表彰台での光景を報じました。イム・ジョンフン選手が自撮りを主導すると、キム・クムヨンは微笑んだ、リ・ジョンシクは表情管理をしたが撮影には応じた。温かい言葉はなかったが、言葉なしでもお互いを祝う心が通じたと伝えました。同氏は北朝鮮ペアがミックスゾーンを足早に通過したこと、会見でも正式国名にこだわり一悶着起こしたことに触れ、その変化に驚いたようでした。この自撮りの場面は後に大きな波紋を呼ぶことになります。韓国の選手たちと笑顔で写真を撮ったことが北朝鮮当局の目に留まったのです。驚くべきことに、パリオリンピックから帰国した北朝鮮の選手たちは現在平壌で思想検閲を受けているという情報が伝えられています。この思想検閲は特に韓国の選手たちと親しげに写真を撮った選手たちに対して行われているようです。北朝鮮当局はこのような行動を敵対国の選手との親密な交流とみなし、厳しく対応しているのです。両選手に関する報告書には、当局が第一敵国と規定した韓国の選手たちがすぐ隣にいるのにニヤニヤと笑みを浮かべる様子を見せたという内容が盛り込まれていたそうです。キム・グムヨン選手の場合、セルフィーを撮影する際に笑っていたように見え、リ・ジョンシク選手は表彰台から降りた後、他国の選手たちを長時間にわたって見つめながら笑顔を見せたとの指摘されているとのことです。ここで北朝鮮の厳しい統制について少し掘り下げてみましょう。北朝鮮は世界でも最も閉鎖的な国の一つとして知られています。国民の行動や思想は厳しく管理され、外国との交流も極めて制限されています。このような環境下で育った選手たちが世界最大のスポーツの祭典であるオリンピックに参加することは非常に特殊な経験だったに違いありません。彼らはおそらく厳しい指導のもと、国の名誉のために戦うよう教育されてきたのでしょう。そのため試合以外の場面での彼らの行動は常に注目の的となりました。特に記者会見での態度は印象的でした。彼らは会見に臨んだものの、その態度は非常に慎重でした。例えばアメリカのメディアからの質問の後、彼らは司会者に対して自分たちの国をノースコリア、北朝鮮ではなくデモクラティックピープルス・リパブリックオブコリア、朝鮮民主主義人民共和国と呼ぶように求めました。これは北朝鮮が自国の正式名称にこだわる姿勢を反映しています。また質問に対する回答も非常に短く必要最小限のものでした。これも
不用意な発言を避けようとする彼らの慎重な姿勢の表れと言えるでしょう。しかし、そんな彼らも競技の場では驚くべき実力を発揮しました。特に日本の張本智和、早田ひなペアを破った試合は多くの人々の記憶に残るものとなりました。張本智和選手は試合後、想定以上のプレーをされたとコメントしています。世界ランキングもなく、情報もほとんどない相手に敗れたことへの驚きと悔しさが伝わってきます。実はこの北朝鮮ペアは粒高という技術を駆使する強者だったのです。粒高とはラバーの粒が高く独特の変化球を生み出す技術です。情報が少ない中でこのような高度な技術を持っていたことは多くの専門家を驚かせました。彼らの活躍はスポーツの持つ力を改めて感じさせるものでした。政治的な対立や緊張関係がある国々の選手たちが同じ舞台で競い合い、時には笑顔で交流する、そんなオリンピックならではの光景が世界中の人々の心を打ちました。しかし、その後の思想検閲のニュースは私たちに厳しい現実を突きつけます。スポーツの祭典で見せた笑顔や交流が帰国後に問題視されるという事実、これは北朝鮮の閉鎖的な体制とそれが選手たちに与える影響を如実に物語っています。この思想検閲についてもう少し詳しく見ていきましょう。報道によると、パリオリンピックから帰国した北朝鮮の選手たちは現在平壌で思想検閲を受けているとのことです。特に韓国の選手たちと親しげに写真を撮った選手たちが厳しい取り調べを受けているようです。北朝鮮当局はこのような行動を敵対国の選手との親密な交流とみなしているのです。北朝鮮がこのような思想騒話を行う理由は、北朝鮮では海外への滞在そのものを非社会主義文化に触れること、いわゆる汚染にさらされる行為とみなしているとのことです。消息筋は、選手たちが帰国する瞬間から騒話が始まるとして、できるだけ早いうちに思想を洗浄するのだと説明しました。この思想検閲は出国から帰国までの全ての過程を調査して分析評価するものです。選手たちが五輪期間に党の方針や教養事業に反する問題行動を取った場合には処罰される可能性も大いにあるのです。北朝鮮と韓国の関係は長年にわたって緊張状態にあり、両国の一般市民同士の交流はほとんどありません。そのような状況下で、オリンピックという特殊な環境での交流が当局の神経を逆なでしたのでしょう。この事態はスポーツと政治の複雑な関係を浮き彫りにしています。オリンピックはスポーツを通じた世界平和を理念としていますが、現実には政治的な要素を完全に排除することは難しいのです。北朝鮮の選手たちはおそらくこのような事態を予測していたのかもしれません。だからこそ取材に対して極めて慎重な態度を取り、できる限り発言を控えていたのでしょう。彼らにとってオリンピックでの活躍は誇らしい瞬間であると同時に、常に緊張を強いられる場でもあったのです。ここで北朝鮮の卓球事情についても触れておきましょう。北朝鮮は卓球強国として知られており、過去にも多くの優秀な選手を輩出しています。しかし、国際大会への参加が限られているため、その実力が正確に把握されていないのが現状です。今回のリジョンシク、キムグムヨンペアの活躍は北朝鮮の卓球レベルの高さを世界に知らしめる機会となりました。彼らは限られた国際経験にもかかわらず、世界トップレベルの選手たちと互角以上に戦い、銀メダルという素晴らしい結果を残しました。この成功の裏には、北朝鮮独自の練習方法や戦術があったと考えられます。例えば、先ほど触れた粒高の技術は北朝鮮卓球の特徴の一つと言えるでしょう。また、情報が少ない分相手に研究されにくいという利点もあったかもしれません。しかし、その一方で国際大会への参加機会が限られていることは選手たちにとって大きなハンディキャップでもあります。世界のトップ選手たちと定期的に対戦する機会がないため、実戦経験を積むことが難しいのです。そんな中で、今回の成功は北朝鮮の卓球選手たちの潜在能力の高さを示すものと言えるでしょう。もし彼らがより多くの国際大会に参加する機会があれば、さらなる活躍が期待できるかもしれません。ただし、それには政治的な障壁が立ちはだかっています。
北朝鮮の国際的な孤立はスポーツの分野にも大きな影響を与えているのです。いかがだったでしょうか。今回はパリ五輪で活躍を見せた卓球ダブルスの選手について見ていきました。驚異の活躍を見せたにもかかわらず、国に帰ると厳しい検閲にあっているとのことで、とても不便に思ってしまいますね。皆さんはどう感じましたか。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。